本と音圧レベルを表すデシベルとの関係本あるいは本。ンはラウドネスのレベルの単位である。基準音圧を2 0ス p a とした音圧レベルのデシベル値を周波数ごとに補正した値であり、という特徴を持つ。なお、過去には本が騒音レベルの単位として使われていたことから、時に混同されるが、ラウドネスレベルの本と騒音レベルの本は、 下記のように異なる定義を持つ物理量である。1000Hz の純音のフォンは、その音圧レベルを表す DB に等しい。これ以外の周波数の本値は、同じラウドネスに聞こえる 1000Hz の純音のデシベル値に等しい。したがって、同じフォンの音は、同じ大きさに聞こえる。音圧レベルの DB 値とフォンの関係は、等ラウドネス曲線に一致するはずだが、実際には、 測定条件や個人差などの違いにより、研究者ごとに異なるトーラウドネス曲線が導き出されている。本の算出には、ISO226-2003 で規格化されたトーラウドネス曲線を使う。なお、トーラウドネス曲線が等間隔でないため、同じ周波数で音圧が1デシベル増えても、ラウドネスレベルが1本増えるとは限らない。ラウドネスレベルではない。 ラウドネスの単位に層がある。フォント層には、フォン10から4にイコールログに層の関係がある。ラウドネスは ISO532 で規格化されている。騒音レベルは周波数ごとに定められた特性値を音圧レベルの DB に足して得られる。音圧で考えれば周波数ごとに定められた値をかけていることになる。騒音レベルは騒音計で測定される。 通常、レベル化する際には、時間的に平滑化するために、時間重み特性をかける。特性には、IEC61672-2003 で、規格化された A 特性、B 特性、C 特性があり、それらを使って得られた騒音レベルは、かつては、本、本、本で表された。ただしこの意味での本は、 計量法により1997年9月30日で廃止され、現在は単にデシベルを使う。かつては A 特性であることを明示する場合に DB、DBA などと書いていたが、現在は単に DB とだけ書く。なぜならば ISO や JIS の JISZ8203 では単位記号に余計な記号をつけることは推奨されないからである。騒音は 多数の周波数の音が混合しているため、実際の測定では、騒音を周波数分解して、それぞれの周波数ごとの音圧に、特性のデシベルを比に換算した値をかけ、それらを足し合わせて、デシベルに換算する。なお、騒音レベルは、聴覚補正はされているが、電気回路化が容易であるように、特性が、実際のトーラウドネス曲線より、 単純な曲線であることとデシベルでの単なる加減算であることから、ラウドネスレベルとはあまり一致せず、同じデシベル値を持つ騒音レベルでも、周波数の違いにより、同じ大きさに聞こえるとは限らない。また、単なる加減算であるため、同じ周波数なら音圧が1デシベル増えれば、騒音レベルも1デシベル増える。ありがとうございます。